湯川は、栃木県日光市の奥日光地域を流れる、利根川水系地国川支流の一級河川。中禅寺湖の主要な水源となっている河川の一つで、ある。湯川は、湖畔に、日光湯元温泉を抱える湯の湖に橋を発する。温泉街の対岸である湯の湖南岸から、湯滝となって流れ落ち、線状が原の湿原を緩やかな流れとなって通過した、後、下流部で、 再び渓流となり、竜頭の滝の下流で地獄川の支流として合流する。湯川と合流した地獄川は約0 5トル下流で中禅寺湖へと流入する。湯川は中禅寺湖に流入する河川のうち最も流水量が多く、また水源である湯の湖、および地獄川の流入先である中禅寺湖は、それぞれ見たけ、南大山の火山の噴火によって、 川の流れが遮られて生じた関留湖である。湯川や地獄川及び湯の湖に流入する河川はもともと中禅寺湖から華厳滝を経由して流出する絹川、支流大谷川と一続きの川であったと考えられる。湯川は短いが変化に富んだ川であると評される。流域には奥日光の主要な観光地が点在しており、国道120号が河川に沿うように走っている。 湯滝から戦場が原までの区間は2005年にラムサール条約登録出現地奥日光の出現の一部として登録されている。環境基本法第16条に基づく環境基準において湯川が維持しなければならない水質の基準となる累計は A に指定されている。2007年時点での湯川の水中の BOD は1 0ラム l であり、環境基準を達成するとともに 全国平均を下回る低い値に抑えられている。湯の湖から中禅寺湖にかけての水系の水質は1977年以降横ばい状態にあり大きな変動はない。このような奥日光の良好な水環境を維持するべく、奥日光清流清子保全協議会の元奥日光清流清子保全計画が策定され、 水質保全に係る様々な活動が行われている。一方で、湯川が水源である湯の湖から有機汚ダの影響を受けていることも指摘されており、大正時代に湯川上流の湯滝を訪れた田山家隊も当時から水があまり綺麗ではなかったことを書き残しているという。水の濁りや景観を損ねるような泡の塊が目撃されることもある。ただし濁りは、 釣人が川に立ち入った際の痕跡であり、また泡は洗剤などの生活排水によるものではなく、水草や植物プランクトンに由来する糖類やタンパク質によるものであると考えられている。川マスはフライを用いた釣りのターゲットとして人気がある。緩やかな流れを持つ湯川の独特の景観は、欧州のマス釣り場の風景を想起させるとも言われ、釣り人の間では、 チョークストリーム風などと形容されることもある。奥日光地域では明治の頃よりこの地を秘書地として利用していた欧米人によって娯楽としての釣りが行われており、湯川やその周辺の奥日光一帯はフライフィッシング、ひいては娯楽を目的とした西洋流のスポーツフィッシングが日本に定着するきっかけになった釣り場であるとも言われている。奥日光地域の河川は ケゴン滝やリュウズの滝によって隔てられており魚が往来することができず、かつての湯川には釣りの標的となるような魚が全く生息していなかったが、1902年5月2日、公益商人として知られるトーマス・グラバーの企画により、イギリス領事館員、ハロルド・パーレットの立ち会いのもと、コロラド州から取り寄せた約2万5千粒の卵から孵化した。 川増マスの稚魚が床は流域に放流されている。この時の稚魚は同年9月28日に足尾台風が流域一帯に及ぼした深刻な災害によって壊滅してしまったものの1904年にも放流が試みられて繁殖が確認され、後世になっても放流が続けられており、日本では珍しい川増マスの釣り場として釣り人に親しまれている。床は及び 湯の湖は水産総合研究センター増養食研究所が研究用の水面として所有しており管理を委託された全国内水面漁業共同組合連合会が水産業の振興を目的とした研究協力の一環として釣り事業を運営しているこのような形態で研究機関の所有となっている河川は日本では他に例がないという 戦場ヶ原の湿原には、湯川の他に、高徳沼方面から流れてくる逆川が流入している。逆さ川にはさらにお沢と呼ばれる沢が合流しており、この沢には水が流れていないことも多いものの、かつて整備が進む以前には、高宇時に荒れ狂う暴れ川であったという。地獄沢。湯川と合流する直前にかかる地獄沢橋から撮影。 勝負が浜発電所地獄川は、中禅寺湖の北部、南大三世六の湧水を水源とし、湯川と合流した後、中禅寺湖畔の勝負が浜へと流入する河川である。水源となっている地下水は、湯川やその支流の流れがせき止められて生じた、湿原である戦場が原に由来すると考えられている。地獄川の水源から、中禅寺湖の河口までの全長は、 約2キロメートル程度で、湯川の全長1 1トルと比較しても短い川であり、また流水量も湯川の方が多いが、中禅寺この河口約0 5キロメートル手前で、流頭の滝を流れ下ってきた湯川と合流した際には本流となる。なお、湯川との合流地点より上流側の流れを地獄、沢合流地点より下流を地獄川と呼び分け別の、 河川として区別する場合もあり、地獄川は湯川の竜頭の滝より下流部約 0.5km の区間を指す別名であるとして解説される場合もある。沿岸には、養漁場、勝負が浜発電所といった施設がある。勝負が浜発電所は、最大出力 450kW の小規模な水力発電所で、地獄川の上流砂岩から取水し、発電所を経由した用水は独自の経路で、 中禅寺湖に流入している。この発電所は、大正時代、奥日光地域北方の山中にある、西沢金山の工業用電力を確保するために建設されたものであるが、1921年からは、地域への配電が行われるようになり、昭和期頃に西沢金山が閉山した後も、電力の供給を行っている。地獄川流域周辺にはこのか地獄滝と呼ばれる。 小さな滝や三箇所に分骨された衝動商人の墓の一つと伝えられるルリガツボと呼ばれる洞窟がある。ありがとうございます。